トリスタンコルビエールトリスタンコルビエールは、フランスブルターニュ出身の詩人。わずか29歳で結核により溶接し、生涯は無名であったが没後に、詩人のポール・ベルレーヌや、ジュール・ラ・フォルグによって作品が高く評価された。ティボーデによって、マラルメ、ベルレーヌ、アルチュール・ランボー、ロートレアモン・伯爵と、並び、1870年の5人の異端者に数えられる。 ベルレーヌが著書、呪われた詩人たちの中で紹介したことをきっかけに、コルビエールの作品が広く読まれるようになった。代表作は1873年にパリで自費出版した詩集、黄色い恋である。フィニステール・ケンプルジャンに海軍士官、海洋小説家であるエドアール・コルビエールのもとに生まれる。余談だが、いとこは、ピクトリアリースムのカメラマン、コンスタントプヨである。 1845年7月8日に、コートカンガルにて、ブルターニュ人として誕生。父エドアルは、海洋小説家であった。12歳で中学校へ進学するも、病弱だったため2年ほどで退学し、故郷に戻る。療養の後、ロスコフに移住し、そこで漁夫に交わり、幼少時分から好んでいた、海洋人として過ごす。最初は、 父特性のカヌーに乗り海に乗り出したが、後に、小舟と変わった。この間に、水夫、最後などの死を創作する。その後モンマルトルへ移り住み、極貧生活を送る。1873年に死臭、黄色い恋を父に、費用の一部を負担してもらい、観光。当時はほとんど注目されなかった。 病苦でありながら不規則な生活を送っていたため1875年3月1日、30歳の若さで生居。16歳の時に関節流ウを患い、学業を断念する。時折パリに赴く者の普段は、生涯孤独で犬とヨットを伴侶として過ごした。病弱であったため、1875年3月1日に29歳で結核により死去した。 コルビエールの没後、詩人、文学者のアンドレ・ブルトンは、コルビエールを、睡眠への連統と評価し、コルビエールは、シュルレアリスムの先駆者であった。コルビエールとは引くことばんく、2012年10月30日、閲覧。コルビエールヤフー百科辞典、日本大百科全書、2012年10月30日、閲覧。5テンプレート、ちくま世界文学体系48。 マラルメベルレーヌランボー。ありがとうございます。